実はこれ、あの、代謝構造と言われるブルーとこういう形ですね。こういう形になったら、筑大がここまで見えている。右の真上に鉄道が見えますよね。裸状態で。まあ、カモと思いますが、カモかな。カモが泳いでいます。93年のこと。で、それを2年後ですかね、明治25年ぐらいに地元の大井が磯吉さん。